ベロキラプトルアカは、ドロマイオサウルス科に属する、重脚類の恐竜のアカ。最初期の属はイギリスから産出したヌテテスであるが、ドイツのゴスラー付近で、後期ジュラキのキンメリジアンキの地層からも、未童定のベロキラプトルアカ恐竜が、複数発見されている。大半のベロキラプトルアカ恐竜は、小型動物であったが、ドロマイオサウルスアカに匹敵する大型の種もいた。この大型種は、 イギリスのワイト島から単離した歯が産出しており、大きさはユタラプトルの歯に相当するが、歯やその巨子状構造から判断するに、ベロキラプトル赤のものであるとされる。2007年、ベロキラプトルの前足の骨の表面に小さなコブが、学研された。同様の特徴は、原生鳥類の骨にも見られ、自烈飾りの存在を示している。このことにより、 ベロキラプトルアカや他のマニラルプトルルにも羽毛が存在した直接的証拠が初めてもたらされた。ベロキラプトルアカは以下の特徴によって識別できる。ベロキラプトルアカの骨格図、ベロキラプトルアカはバースポールドにより1983年に設立された際、ベロキラプトルとその近縁属種を含むグループとされていた。時が経って1998年、 ポールセレノがベロキラプトル赤を系統群として定義し、ドロマエオサウルスよりもベロキラプトルに近縁なすべてのドロマエオサウルス化を含むグループと定義された。ドロマエオサウルス化がベロキラプトルに近縁であると判明してからは、どの族がドロマエオサウルスに近縁であるか、基盤的であるか、あるいはベロキラプトル赤に属するかは見解が大きく割れている。ノバスポルでは、 ベロキラプトル赤は、従来の見解に近い系統群像が採用され、ベロキラプトルとデーノニクス及び後に命名された、サーガンが内包された。ターナーへ通るの系統解析でも従来の単系統のベロキラプトル赤が支持された。一方で、ラングリッチカーリーでは、デーノニクスは、ベロキラプトル赤とも、ドロマエオサウルス赤とも異なる。 シンドロマイオサウルス類とされ、サウロルニトレステスも、より基盤的なサウロルニトレステス赤というグループに分類された。2013年に行われた大規模な系統解析では、従来のベロキラプトル赤を、ベロキラプトルよりも基盤的とする結果もあれば、よりドロマイオサウルスに近縁で、ドロマイオサウルス赤をなす結果も得られた。また、それまで多くの系統解析で、 ベロキラプトル赤とされていたバラウルは本研究で鳥群であることが判明した。23分類群に114の特徴を使用したニコラス・ロングリッチとフィリップ・ジェイ・カリーによる2009年の系統解析に基づくクラドグラム。111分類群に474の特徴を使用したターナーらによる2012年の系統解析に基づくクラドグラム。 ディネオベラトルの記載の際にヤシンスキーへ通る2020で行われた系統解析に基づくクラドグラム。ありがとうございます。